菅野富江先生並びにご一門によるご演舞でございます。霊山竹文馬流砲術。今から約400数十年前、600数十年前、南北時代の延元2年、すなわち西暦1337年、北畠顕家が後醍醐天皇の命により新治府将軍として東北を治めるため、乗羽親王を奥州岩城の国霊山城に入った。その際京都で竹生島流砲術を習得した者たちも家来として同行し、先達の同地区に到着、以来同地区に砲術が継承されてきた。使用する棒は樫材で長さ6尺に寸を定寸とする。
チラシみたいなのやるんだ。ってことは同じ流れか。第一会場連休のご演舞でございました。続きまして第一会場武装式典栄新流八重術お園江先生並びにご一門によるご演舞でございます。武装直伝栄新流居合術足利時代の末期奥州の住人林崎仁助重信という侍が山形県立岡在の林崎明神に祈願し抜刀の専務を終えて林崎神殿重心流と唱えました。七代目の長谷川力之助栄新はその技心に感じるし精妙真偽をもって始祖以来の殺人としておでんの技に独創の技を加え武装直伝栄新流と改めました。山口久夫先生が現在は音の絵哲郎先生と継承されております。Yeah.